はトレーニングメニューってどうやって作るのっていうことで動画を撮っていきたいと思います。第1プラスキーパー、おー、見る、座らない、頑張る、前向き、そう、入ってきた、ほら、よし、Hey guys, welcome to TGK Light Up TV。ということでね、今回はトレーニングメニューってどうやって作るのっていうことで動画を撮っていきたいと思います。キーパーのトレーニングメニューって皆さんどうしてますか？私は昔はですね、今のスクールでいろいろ学ばせてもらって、トレーニング作っていく前はやっぱり自分自身そんなにキーパー練習っていうものを受けた経験が現役時代にないんですよ。ほぼない。一応キーパーコーチっぽい人はいて、なんか基本的な技術とか教えてくれたんですけど、がっつりキーパー練習したっていう、教えてもらったっていう記憶はなかったので、それこそ本当に YouTube とか Twitter とかで上がってる練習メニューをもう見よう見まねで、選手たちにやってたっていうような感じだったんですけど、それだと全然悪くはないんですよ。どんなトレーニングやっても上手くなるんで全然悪くはないんですけど、果たしてそれが試合に生きるのかとか、あとは本当にその目の前の選手が必要としてるトレーニングなのかとかって考えた時には、どうなんだろう、どの時にこの技術使ってどんなことを意識したらいいんだろうってなると、なかなか理にかなってないトレーニングも中にはあったと思うんですね。でもスクールに来て、いろいろね学ばせてもらう中で、今年間で何回トレーニングしてんのかな、207回、年間365日ある中の207回を207日をトレーニングしてます。キーパートレーニング、これプラスアルファでキャンプやったりとか、キーパークリニック講習会やったりとか、パーソナルトレーニングとかしてるので、おそらくこれ以上になるんですけど、トレーニングメニュー全く同じ流れでやることっていうのはほぼほぼないので、ちょっとずつね、同じようなトレーニングがあってもこう組み合わせが違ったりだとか、ちょっとポイントが変わってたりとかするので、年間それだけトレーニングメニューを今考えられるようになったわけなんですね。でその極意をちょろっとだけ教えると言ったらおこがましいですね、なんて言うんでしょう、共有したいなと思います。はい。でトレーニングメニュー作るときに、私結構木曜日とか金曜日とか、たまに土曜日とかがスクールがないので空いてくることがあるんですけど、空いてる日にがっつりやります、基本的には。でその空いてる日にどういう風にするかっていうと、午前中とか時間空いてる時に映像を見ます。それはサッカーのトレーニング、ゴールキーパーのトレーニング映像ではなくて、プロの選手だったりとか、あとは小学生のとか中学生、高校生とかの、試合のハイライトとか失点シーンとかを多く見ます、結構。でその映像を分析して、これはどうやったらゴール守れるのかっていうのを全部こうザーッと見ていく中で、あ、このパターンよく見るなとか、このシーンよくあるなっていうのをこう引き出しでこう持っといて、それを分析してトレーニングメニュー作っていくんですね。こう結構もう分かりますかね、もう結構ザザッと雑にめっちゃ書いてるんですけど、分析したところをこう書いて書き出して、ここをこういう風にしたら止めれると、流れをざっと書くわけですね。失点シーンを分析して流れを書いて、じゃあその理想的なプレー、その失点をしないための理想的なプレーをするには、じゃあどんなトレーニングが必要かっていうところで、一番最後の練習からこう逆算して作っていきます。トレーニングメニュー、私がある日作ったトレーニングメニューとその映像っていうのをちょっとお見せしようかなと思いますので、こちらご覧ください、どうぞ。はい、ということでですね、まずはちょっと逆算して今回は、トレーニングの作り方っていうのを、解説っていうほどではないですけど、私はこんな風に作ってますっていう感じで、ご紹介をしていきたいと思います。
基本的には、まあ、11対11の中から、抽出はしていくんですけど、ちょっとそこから話をすると長くなってしまうので、キーパーチームの方の、守備陣が、まあ、3バックで、相手のフォワードが2トップだったっていう想定のもと、今回はブレイクアウェイ1対1のトレーニングを、やりました。で、ある日のちょっとトレーニングを紹介したいなっていう形なんですけど、今回の想定としては、例えば、まあ、キーパーからロングボールが入ってきて競りましたとか、くさびが入ってきてこの人に対してボールが入りました。でそこからこう、例えばセンターバックの人でもいいんですけど、ディフェンスがこう引きつけられたりとか競ったりとかしてボールがこぼれます。でこぼれた時に相手にボール奪われましたよっていう状況からのスタートです。で、シチュエーションとしてはもうセンターのラインぐらいのエリアなので、ディフェンスラインも結構高めになっているような状態で、キーパーも高めにポジション取っているような状態からボール奪われて、速攻裏パスが出てきて、こういう風な形で、まあ、1対1ペナ外からこうドリブルしてくるような形で1対1になったっていうところを想定して今回はトレーニングを行いました。一番最後のトレーニングでは、ここのゴールからゴールまでを約、40メートルから、まあ、45メートルほど取って、ここでまずこの人が、まあ、本来であればフィールドプレーヤーなんですが、このディフェンスの選手からこっちのキーパーの選手に配球をします。で、配球をしたのが、これがボール奪われましたよっていうトリガーになります。で奪われた瞬間にこの選手はこっちに対して裏パス、この選手はこう走り込みながらボールと出会って、ディフェンスの選手はボールが出た瞬間にディフェンスに行っていいよっていうような形ですね。完全にディフェンスが裏取られた状況で1対1プラスキーパーっていうような形で、どんなポジション取っていけばいいのかなっていう形で、ポジショニングとあとはプライオリティのところっていうのをトレーニングしました。でキーパーはキャッチ、ボールを例えば奪ったりとかキャッチしたら、こっちの最初パスを出した人はこっちのゴールのキーパーに入って、このキーパーはこっちのゴールに向かってボレーで、シュートをすると。でキーパーとしてこっちの人はゴールを守るっていうところで、攻守の切り替えだったりとか、っていうところも考えながら、でこっちの人はキャッチングと配球両方できるような形で最後のトレーニングは設定してます。でさらにここから細かく切り取っていった時に、はい、まず一つ目のトレーニング、トレ1っていう形になるんですけど、一つ目のトレーニングがコーンをこう回って下がって構えたタイミングでボールを配球してフロントダイビングをしていくっていうようなトレーニングでした。でここのコーンとコーンの距離感も、実際に例えばここら辺でプレーしてた時にディフェンスラインがこの辺にあるっていうイメージですね。でなった時に、まあ、ペナのちょっと前ぐらいに、ポジションを最初取ってましたっていうところから、ダイレクトシュートとか、シュートを打たれた時にはここのポジションから、まあ、大体ゴールエリアを目安に下がってくれば、いいんじゃないかなっていう距離感のもと、5メートル、このコーンとコーンの間5メートルぐらいに設定して走ってきて、5メートル下がってしっかり構えて、そこからフロントダイブっていうところで、しっかり前に早く行けるようなバックステップからの止まり方だったりとか、そもそも状態のいい形で後ろにバックステップできるようにっていうところでトレーニングしてみました。で次に行ったトレーニングが、ここからここまでの距離感、例えば8メートルぐらい前に出たいんだけど詰めれずにもうシュート打たれますってなった時に、至近距離でシュートを止めていくよっていう場面での、コラプシングとノーステップダイビングの使い分けの部分を練習しました。一番いいのはしっかり構えた状態でシュートに反応していくところなんで、至近距離で、シュート反応できるようにここでマーカーをあえてジャンプしてプレジャンプのような形にして、ボールが配球されたタイミングでコラプシングで、後ろに下がりながら、本当は事前に構えとかないといけないんですが、全部が全部間に合うわけではないので、間に合わなかった時に後ろに下がりながら、シュートコースが広い状態でもしっかりボールに飛びつけるようにノーステップダイビングっていう技術をチョイスして
守れるような形を、技術としてですね練習を入れました。でそこからもっとドリブルで侵入してきてフォワードと対峙した時にブロッキングだったりとかっていう技術が必要にもなってくるかと思うので、ブロッキングの面積を作る意識づけですね、足の出し方だったりとか、前に行きながらの面積の作り方っていうところをトレー3で確認して、最後先ほどの、1対1プラスキーパーの形っていうのをやっていきました。では動画どうぞ。前に腰を置きながらパッソッ、 OK、 行こうへ、いいよ、さあ後ろ引く、そうスタンス広げなくても大事、飛べる、広い方がいい、だからこの時はこのまま膝の動きだけで飛んで、ほら意識的にちょっと足広げて、意識的に足広げて、これで止める、ついてない、あ、はい、えい、そう、 OK、 投げるぞ、投げる、投げる、投げる、戻ってこい、戻ってこい、ありがとう、いいコーチング、前向きに行けた、ナイスキー、ナイスキー、ボール見る、奪えない、前向き、そう入ってきた、ここだ、ナイスキー、はい、ということでですね、こんな感じで見てもらいました。やっぱりあの試合で起こりうる状況を想定してそこをこう意識的にやっていく中であの止めれた瞬間っていうのはやっぱり気持ちいいなってコーチとしても思いますし、おそらくね選手としても一番楽しい瞬間なんじゃないかなと、点をシュートを止める、ゴールを守るっていう瞬間ですね。で自分はやっぱりそういうキーパーコーチなんで、できるだけたくさんそういう瞬間をキーパーの子たちに味わってほしいなと思うので、分析だったりとかやっぱりトレーニングメニュー作るのにも結構時間をかけて、でそれだけじゃなくてどんなトレーニングやっても上手くなるんですけど、より上手くなるために自分はこう見本の時の見せ方をちょっと工夫したりだとか、あとは言葉かけ、言葉のチョイスをちょっとずつあの選手たちに合わせて変えてみたりだとかっていうところはすごい意識して練習しています。はい、なんで今回のトレーニングはブレイクアウェイのトレーニングだったんですけど、まあ実際はこのタイミングでこうなってて、このタイミングで出たら止めれるよとか、でも全部が全部間に合うわけじゃないからこういう技術もやっといた方がいいよねみたいな感じでいろんなトレーニングを入れていきました。はい、もしそういうのに興味がある人はあのそういう分析をしてトレーニングメニューを作っていくっていうあのグループがありますので、そこを概要欄に載せておきますので詳細をですね。なんでもし興味がある方はぜひそちらに来ていただいて、であのトレーニング受けてみたいなって思ってる人は、まあ、私の LINE アットだったりとか DM の方にご連絡いただければいいかなと思います。特にあの女子の選手は特別な特典をご用意しておりますので、ぜひ、お声かけいただければなと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、トレーニングメニューの極意ということでですね、参考にしていただければと思います。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!